皆さんこんにちは、シラックスです。オタロです。今日はタントラで他の E 難度の技の僕が前方、コウタロウが後方でどっちが多くできるかっていう勝負をしていきたいと思います。じゃあ先攻後攻じゃんけんいきます。最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ僕先攻ではい、いきます。いや、まずじゃあ得意な方からいきます。はい、こけた、こけたぞ、こけたぞ今。いや、次コウタロウ後方です。後方の E だよね。うん、勝てるから。 E だったら何でもいい。うん、何でもいい。うわ、マジか、立った、すげえ。うわ、マジか、取ったすげー。すげー。それは3回半はいいな。いいだね、すごいね。楽勝でしょ。こけたの超もったいなくない？もったいないよ、絶対立てる技だもん、タントラだったら。まあ、コウタロウにかけるしかないな。で、待って、やばいっしょ、ま、あと何個かしかないもん、 E 難度なんて。 E 難度って後方で何やったの？ウドルグー、シンシャルとか、okay、ローユンとか。いや、ローユンやってみる。できるかもしれないけど。あー、やってみて、やってみて。昔の技ありにしない？テンとかさ。そしたらバンローンもありだよね。バンローンって D だっけ？ D だよ。え、本当に？ D だよ。マジ？マジか。やればいいの。いいなんていっぱい使うわ。いっぱい使うわ。よーし、頑張る。うわー、すげえ。なってた、なってた。足こんがり。最後は、でも最初は開いてた。本当に？うん。じゃあ、こけないのかよ。え、前方2回半あるよ。そう、あるよ。でも立てるか分かんないじゃん。それ以外なくない？前方の E か、ない。2回半じゃん、それ。うん。不足ってね。不足ってるわ。いや、だってバンドもいいランドだよ。めっちゃ言う。めっちゃ言う。これで D だった時おしまいだよ、もう。あ、こっから右下に上がる。めっちゃあるじゃん、後方。まあ、うまっ。うんまっした。まあ確かに負け確やもん今。そっか。とりあえずバンローンやっていい？いいよ。いいじゃなかったと思った。いや、いい、いいじゃないよ、あれは。いいだと思ってるから。いいだと思うわ、じゃやれば。あ、そうするか。一応ね。これは多分 D なんです。D です。まあ。うまっ。うまっ。うまっ。何を言うや。え、でももうあと。何個かしかない。ない、もうなくなった。無理じゃんね。いや、普通にあれこけたら意味わかんない。それ自分のせいだもんな。じゃあちょっと本気でちょっといいだと思うのでやるわ。 OK。 めっちゃ怖いけど集中してます。ああ、
変？いいなったら何でもいい。うん、何でもいい。まだ仕掛けたの孝太郎だけよね。まあ責任言ったの。はい。